はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、Get Ready With Meを撮っていこうと思うんですけれども、今日はですね、なんと私が大好きなディーゼルさんのファッションショーに行きたいと思います。もうめちゃくちゃ嬉しいんですよ。まあ、どうしてね、行くことになったのかみたいなのもみんなにお話ししたいなと思うので、準備しながらいろいろとお話ししていこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあまずはメイクアップからやっていきたいと思います。あ、ちなみに今日のカラコンちゃんはレンズベリーのテルベヘーゼルってやつですね。このカラコンめちゃくちゃ質問を日頃からいただくカラコンです。ヘーゼル系のカラコンでしっかりと黒目も大きく見せてくれつつも、でもなんか抜け感ってめっちゃ綺麗な色で、すごい可愛いんですよね。これてか今日めっちゃ晴れてよかった。マジで梅雨だから雨だったら嫌だなとか思ったけど、めちゃくちゃ快晴で嬉しい。もう暑いぐらい本当。今日はちなみにちょっとメイクをいつもと違う感じでやろうかなと思ってるんだけど、ベースのメイクはほんとこの前あげた黒のアイシャドウを使ったちょっとスモーキーなメイクをしようと思ってます。あ、なんか今日化粧のりあんま良くないかもしれない。やだやだ。今日はすごくスペシャルな日だっていうのに、なんかわかりますよね。でもメイクする前の肌のコンディションでなんかわかりません？今日ちょっとノリ悪いだろうなみたいな。なんかありますよね。そうでね、まあ、本題入ると、今日はですねロックの日なんですけど、ディーゼルさんのファッションショーがあって、この前ミラノでもねファッションショーがあったんですけど、それを再現したファッションショーを日本でもやることになったそうで、ご招待いただいて行くことになりました。マジで嬉しい。もう本当に夢みたいなんですけど。そうでね、なんでまあ行けることになったかっていうと、私も最近なんですけど、ディーゼルさんのアイテムを YouTube でも紹介したりとかインスタでもよく上げてて、その私が上げてるのを見てお揃いで買いに行きましたよとか DM でもいただいたことはあったんですけど、なんかみんながその店舗に買いに行った時に、シナタンとお揃いにしたくてって言って店舗に行ってくれる方がすごいいるらしくて、その情報がいろんな店舗のスタッフさん、東京とか大阪、名古屋とか、そのいろんな店舗のスタッフさんから、シナタンとお揃いにしたくてっていう方がすごいたくさん来てくださるんですけど、何者なんですかみたいな感じでディーゼルさんにお話が行ったらしくて、それで私に声をかけてくださって、こうこうこうでシナタンとお揃いで買いましたっていう方が最近多くてありがとうございますっていう DM をわざわざいただいたんですよ、ディーゼルの方から。でその時にミラノで行われたファッションショーが日本でももうすぐ行われるので、ぜひ遊びに来てくださいって声をかけてくださって、もう本当に嬉しくて、いいのと思って、もうめちゃくちゃ嬉しくて、もちろんです、ぜひ伺わせてくださいとか言って、それが今日なんですけど、ずっと待ちに待ってました。ずっと楽しみにしてて、もちろん私そういうファッションショーとかに伺うっていうのも初めてだし、しかもその初めてのファッションショーが私が大好きなディーゼルさんっていうのがめちゃくちゃ嬉しくて、でもそれも本当にお世辞抜きでみんなのおかげなので、みんながこう言葉として伝えてくれたから、それが伝わって私がこうやってファッションショーに行くっていうことができたので、本当にありがとうございます。もう本当に嬉しくて、この嬉しさをみんなと分かち合いたいっていうのもあるし、やっぱみんなのおかげなので伝えたいなと思って、感謝伝えたいなと思って、普通のなんかお出かけとか用事がある日とは違う感じのメイクだったりとかになるかなと思って動画を撮っております。すごくないですか。本当に夢みたい。ファッションショーとかも本当に憧れだったから、私も見てたんですよ、そのミラノのファッションショーを。インスタライブとか YouTube でもやってて、すごい可愛くて、で会場もね、真っ赤で、本当もうディーゼルさんらしい会場で、すごいんですよ。なんか大きな人型のバルーンがあったりとか、本当すごかったので、それを生で見れるなんてとっても嬉しい。でしかもね、今これがファッションショー当日なんですけど、昨日ですね、ディーゼルさんのそこはなんて言えばいいんだろうか、事務所というか会社に行かせていただいてフィッティングもしてきたんです。衣装もよかったら出しましょうかって言ってくださって、いいんですかと思って、サイズとかコーディネートとかを目にフィッティングも昨日行ってきて、めちゃくちゃ可愛い衣装を用意していただいて、それを着てね行くんですけど、それもね後で紹介します。マジで可愛いんですよ、私が大好きな感じのお洋服で、超可愛いの。カチューシャさんの忘れてた。もうなんか嬉しすぎてカチューシャさんの忘れてた。はい、
で、ちょっとこっから、まあ、その衣装っていうのがね、先に言うと赤色なんです。そうだから、ちょっと今日せっかくね、こういったファッションショーというすごくファッショナブルなところに行かせていただくので、せっかくならメイクもちょっといつもと違った感じにしても面白いかなと思って、まあ、これはね、前の上げた動画と同じメイク今してるんですけど、ここからさらにちょっとワンポイント付け足したくって使うのがこちらなんですよ。メイベリンのねリップなんですけど、これでリップを塗るんではないんです。斜めカットのブラシにとって、ウィングラインって言うんでしたっけ、羽っぽい感じのライン、この二重の線からピッて出るようなラインをこの赤で描いていこうと思います。しかもこのメイベリンのリップマジで落ちにくいからあ、ちょうどいいと思ってこれにしようと思うんだけれど、これがでもちょっと難しいから集中してやりますね。二重の線からピッて、アイラインと同じぐらいの角度にしようかな。緊張マジで、なんか下着とかすればよかったかな、ちょっと上げすぎたかな、あでもこのぐらいでも可愛いか、無言になってしまう、あんまり長くてもあれだからちょこっと本当にやりたいんだけど、あどうだ、いい感じ、じゃん、こんな感じ、可愛い、いいんじゃないか、いいんじゃないか。ホワイトラインでこういうメイクしてる方多いけど、ホワイト以外のカラーのラインとかでやってもすごい可愛いですよね。いろいろ楽しめそう。うん、どうですか、いい感じオッケー、できた。あ、そうだ、そういえば髪の毛イメチェンしたじゃないですか。でこの前あげたそのメイクの動画がイメチェン後初めての動画だったかなと思うんですけど、 YouTube でもそうなんですけど、他の SNS とかでもすごく好評で、めちゃくちゃ嬉しい、ボブめっちゃ似合いますとか、マジで過去一とか言ってくれる方もいて超嬉しいですイメチェンする前ってすごい心配なんですよね。イメチェンした後も新しい自分で見慣れていないから、なんか大丈夫かな、似合ってるかなとか思ってたけど、みんながそうやって褒めてくれたのでよかったと思って一安心でもボブにしてヘアアレンジがやっぱり困ってて、長かった時も私そんなにめっちゃヘアアレンジするタイプではなかったんですけど、まあ、でもちょっとはしたりとかする時もあったんですが、このボブのヘアアレンジってなかなか思いつかなくて、いつもだいたいねちょっとストレートな感じでオイルでウェット感出してみたいなスタイリングが多いんですけど、多いというかイメチェンしてからそれしかやってないんだけど多分なんかないかなと思って、ボブの方たちどんなヘアアレンジしてるんだろう。でも私も高校卒業してから髪の毛染めたりとかいろいろ髪の毛変えてきたけど、どれがいいんだろうみんな的にどれが似合ってます。私個人的には色はやっぱり今ぐらいのブロンド、まあ私は好きかな、かほんと暗め、黒に近いぐらいの色がいいかなとは思ってるんですけど、なんかあります、この色好きだったとか。でもダークレッドみたいなカラーもすごい私好きだったんだよな、すごいおしゃれに見えて可愛いんだけど、赤がやっぱり大変だから抜くのが、その後やりたい色にするためにブリーチをめちゃくちゃしまくってすっごい髪の毛が切れたっていう思い入れがある。今って髪の毛ってどんな色が流行ってるんですかね。アンブレラカラーとかは結構流行ってますよね今。私も今も若干そうだけど、インナーカラーと似てるんですけど、多分だけどインナーカラーとその配分が逆、カラーの量の配分が逆な気がする。アンブレラカラーは本当にもう上積みだけ、上辺だけ色を変える感じだけど、インナーカラーはもう中のほんと一部だけ変える感じじゃないですか。だからどっちかっていうと外側のカラーの方が髪の毛多くなると思うんですけど、アンブレラカラーは逆に外側のカラーが少ない感じのイメージ、私的に。てかそうだ、聞いてください皆さん、最近私ねよく悪夢を見るんですよ。また夢の話みたいな前もなんか私夢の話しましたよね、明太子ソースの、あれなんかめっちゃ好評だったな好評って言っていいのか分かんないけど、でもほんとなんか最近悪夢をね見るんですよね。よく悪夢っていいのかな、夢占いとかあるじゃないですか、調べてないんだけどいいのかな。最近で言うとね2個ぐらい見たんですけど、でも夢ってねすごいなんか抽象的であんまりね明確に話せないんですけど、1個はねなんか知らない人が家にいてインターホンになって、まあだから言ったら軽くストーカーみたいなの夢を見てすごい怖くて、家はここの家でみたいな、ちょっと怖かったちょっと怖いし今なんか話すのもちょっと怖いんだけど、私本当無理で怖い話とか。これからの時期ってテレビでよくやりだすじゃないですか、心霊系のテレビ。本当この時期嫌いだった。この話するのも今すごいビクビクしながら話してるんだけどめっちゃ熱くなってきた、なんかわかんないけど冷や汗かいてきた。
本当に苦手なんだよな。もう一個なんかどんな夢だったかな、悪夢だったっていうのを覚えてるんですけど、しっかりと思い出せないんだけど、何だったかなちょっと忘れちゃったちょっと忘れちゃったんだけど、悪夢をよく見るんですよ。目覚めた時に、あ、夢でよかったって思うけど、すごい。私ね、ホラー系は、ジャンル的には見れるジャンルもあるんですよ。まあ、どっちかっていうと、ゾンビ系とかはまだ見れる。けど、心霊系が本当に無理ですね。で、そう、一回私、文化祭あるじゃないですか、高校の文化祭。で、本当はね、私の学校なんかそういう、お化け屋敷とか、定番であると思うんですけど、文化祭だと。そういうのがダメな学校だったんですよ、本来は。怪我につながりやすいみたいな感じで。当時私何年生だろう ?1 年生かなの時の3年生の先輩が、なんか2クラスぐらい合同で、お化け屋敷っぽいのをやってて。で、私はお化け屋敷とか本当無理なんで、全然行かないつもりだったんだけど、なんかわかんないけど、行くことになったんですよ。まあなんか文化祭のあれだし大丈夫でしょみたいな感じで、当時のちょっとノリもあるじゃないですか、学生のね。それでなんか友達と行ったんですけど、まあまあ怖くて、それが、まあ、多分みんなからすると別になんだけど、私からしたら本当に怖くて、最初に映像を見せられて、まあ、よくある感じですよ、これを探しに行ってこいみたいな。ちょっとメイクできちゃったんで髪の毛やりますそう、よくあるやつね。そんな感じの設定で、黒いシートとかで道が作られてて、それどんな感じだったかな、あんま覚えてないんですけど、怖すぎて行ってたんですけど、頑張って友達と。でも私も入る段階からもこんな感じですよ、あ、無理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 みたいな感じで歩いてて、でそしたらこう来るわけじゃないですか、わっみたいな感じで。で多分半分ぐらいかな、わかんないけど半分ぐらい行った段階で、だんだんね少しずつですけど慣れてきて、気抜いてたんですよ多分。そしたらその、わーってきて、で、そこでもう私、マジでびっくりして、あと恐怖と重なって、もう腰がゴーン抜けちゃって、あ、待ってみたいな。やりきない、どうしようっていう、初めて腰が抜けた瞬間で、それがでも号泣ですよ。でなんか向こうも多分ね、そんな文化祭だし、そんなめっちゃ怖いって感じでもないから、えみたいななってたと思うし、すっごい恥ずかしかったですね。もう文化祭のお化け屋敷で号泣しながら出てくるんですよどんなみたいな。そっから本当にお化け屋敷とかそういう系はマジでも無理だなって思いました。元から無理だったんだけど。でもね、あのホラーナイトとかは好きなんですよね。だってユニバのホラーナイト、あれはすごい好きで、私実家が愛知なので、上京する前とかはもうユニバの年パスとか持ってて、普通に。だからその当時はそのホラーナイトとかめっちゃ行ってましたね。まあホラーナイト行きたいな。ホラーナイトは確かにびっくりはするんだけど、閉鎖的な空間ではないし、どっちかっていうと多分ゾンビ系だと思うから、まだ行けるんですよねきっと。でも追いかけられたりとかしたらあれだけど。あ、でも一回私そのユニバのホラーナイトの時に、ホラーナイトの時限定のなんかアトラクションというか、みたいなのあるじゃないですか。それにね、一回行ったんですよ。迷路みたいな感じで、自分で歩いていきながら脱出するみたいな感じのゲームだったかな。最後、なんか建物の外に出て、普通になんか道なんだけど、草むらとかがあって、そこをこう、行く感じのところだったんですけど、その時は友達4人いたかなって言ってて、で、まあその道の中でもね、なんかこう、ゾンビの唸り声というか、なんか、みたいなとか、聞こえてくるんですよ。で、まあ実際にね、ゾンビが出てきて、わーみたいな感じのもあって、と思うんですけど、一回追いかけてきたんですよゾンビが。それで一緒にいた友達がうわーってなって、私怖くて真ん中にいたと思うんですけど、後ろからその友達がうわーってくるから、それでうわーってなって、みんなもうおわーっておわーってって感じで、みんなしてズコーンこけてもうもつれちゃって、人同士で、で私のジーンズがダメージジーンズになるという事件がありましたね。その時もその驚かしてきたゾンビの方、ゾンビの方って言うとなんか営業妨害かまあでもそのゾンビの方がすごく心配そうに、あ、え、大丈夫ですかみたいな感じで気まずいとか思いながら、そんなこんなもありましたね。基本的になんか追いかけられるの苦手なんだよな。だから鬼ごっことかでもどちらかというと鬼になりたいタイプですね。逃げるのがすごい嫌だ。わかります？これハラハラするのがあんまり好きじゃない。はい、ということで髪の毛もこんな感じで OK かな。最近の主なセットはこんな感じで、毛先をこう内側にあるんじゃなくて、本当にまっすぐかちょっと外気味に通してあげて、でもあとはヘアオイルでやるという感じでございます。短めだからね、割とロングの時よりもしっかりつけてあげても可愛いと思います。ウエット感出して、ちょっとこうハンサムな女性のイメージにしてます。はい、ということで、じゃあ皆さんお待ちかね、私もお待ちかねの衣装にね着替えていきたいと思います。イエーイ、楽しみ楽しみ。
ちょっとまず衣装を皆さんに紹介しようかなと思って今回私が着ていく衣装こちらです。じゃん、可愛くない？みんなめっちゃ可愛いんですよ。これ本当に可愛くて、私このトップスネットで見てめっちゃ気になってて、その昨日ねフィッティングにお伺いした時にこれがあって、春と思って、私これ気になってたんですって言ったら、あ、これ可愛いですよね、着てみますかって言って、そうこれをねなんとご用意していただきました。でそれに合わせてこのデニムパンツ、これもめっちゃめっちゃ可愛いんですよ。ディーゼルって言ったら結構デニムのイメージも強いと思うんですけど、バギーパンツ、ワイドパンツかな。で形ももちろんすごく綺麗だし、色味も綺麗だし、すごい可愛くて着心地もいいし、サイドにダメージが入ってたりとかして可愛いんです。今回はねこのコーディネートでいきたいと思います。じゃあ着替えます。はい、ということでコーディネートこんな感じになりました。じゃん、めっちゃ可愛くないですか？本当にもう超可愛い、マジで。やっぱこのトップスがね本当に可愛くて、結構ピタッとしてて、ここが V なのですっきり見えるし、大胆なデザインだったりとか、このね色合いもわかるかな、ちょっとこう汗た感じの色合いになってて、めちゃくちゃディーゼルさんっぽいなって思うし、この赤も絶妙な感じのカラーでマジで可愛いです。それにこのワイドなスーパーロングのパンツ、 9.5 センチぐらいあるヒール履いてるんですけど、今それ履いてもギリギリぐらいギリギリぐらいの感じの丈感ですが、こちらのパンツをね合わせております。めっちゃ可愛い、本当にやばい、めっちゃテンション上がってきた、超楽しみ超楽しみ、どうしよう。でバッグもですね、これ DJ さんのやつなんですけど、これも以前いただいたやつで、めちゃくちゃ可愛いバッグなんです。これ結構これね柔らかめの素材なんですよ、意外とめっちゃ軽いし、とても可愛いバッグでございます。であとはピアスかな、ロゴのね形のピアスなんですけど、これもマジで可愛くてお気に入りです。はい、ということでコーディネートはこんな感じでございます。もうめちゃくちゃ可愛くないですか？本当にテンションの上がる衣装を出していただきました。楽しみ。今からね会場に向かっていこうと思います。ちょっと会場の様子も撮影してもいいよということだったので、多分少しにはなっちゃうと思うんですけど、少し回せたらいいかなと思っておりますので、それでは行ってきたいと思います。終わり挨拶ができるかどうかわかんないので、先にやっちゃおうと思います。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ、行ってきまーす。今回ります。危険ですから、気をつけてください。Thank you.